こんにちは、直樹です。今日もね、北斗の拳リバイブやっていこうと思います。で、今日ね、何をやっていこうかなと思ってるかというか、あっちゃんもね、新しくなったみたいな感じで、拳王とね、狙うのはね、チューザー、まあ、どちらかが出たらね、終わりにしようと思います。無課金なんでね、これを回すしかないっていうことなんで、まずね、これをどんどんちょっと回していきましょう。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、まず10連だね。おっ、何が来るかな。いや、もう、はい、で10連ということで、じゃあまた次行こうね。はい、20連目。これはライガーというか、どっちか、どっちかです。クーガー。はい、丁寧に飲んだな、やっぱり。じゃあ30連目。足の、お、ユダ、お、お、来た。はい、終了。はい、終了。でも、どうなのかな。リバイブ。ラオウを持ってるんで、グループボーナス解放。剣王とラオウって重複できるのかな。できれば10だって言ってほしかったんだけども、ね、これでもう終了、終了。もういつも言ってる通り、こういうのはガチャっていうのはね、やり始めたらもうキリないから。はい、ということで、こっちこっち、いや、こっちだな、ラオウかな。でも明らかに戦闘力こっちの方が強いよね。そうすると、ラオウ、剣王って重複できるのかな。あ、重複できる。はい、というわけで、無課金でね、こんな感じでウルトラレアをね、なんとか揃えることができましたということで、またね、何かガチャがあったらやっていこうと思います。それでは本日の動画、これで終わりにします。おやすみなさい。